1956年、水の利八5月15日から1970年3月9日は、日本の実業家、水野創業者、根樹法省、軍四陶水法省受賞、岐阜県大垣市に生まれる、教文商工等科中退、9歳の時に棟梁をしていた父が亡くなり、大阪、京都へ、デッチ暴行へ出た。1903年に、京都、 参考野球クラブの試合を見て野球の魅力に惹かれ運動用品の商売を志す。1906年に弟の水野俊夫と大阪市帰宅で水野兄弟商会を創業。当初は運動服を扱っていたが、1913年からは野球用のクラブ、ボールの製造を始めた。1916年に全国統一の標準球を完成。 西洋的なスポーツの普及とともに事業を成長させ、1927年根獣宝賞受賞。昭和初期は中国大陸にも進出。1942年に社名を水野に改称し、社長に就任。戦後はスポーツを通じた復興、青少年の育成にも尽力し、1955年全国高等学校野球連盟から厚労省を受賞。 1956年に、ランジュ法相受賞。1964年に、密の午前従業員に株を25株ずつ贈与。1969年に会長に就任。翌1970年死去、軍四頭髄法賞受賞。1971年に、野球殿堂入り。ありがとうございます。